これも日本ご機嫌なりし昔のこと。谷崎潤一郎先生が兵庫県の岡本に住んでおられた頃である。今や越境後、ソビエットのどこかに健在なりと聞く岡田芳子。この頃日活の大スターたりし岡田芳子である。とともに、雑誌のようで僕は先生のお宅を訪れたことがある。用件が済んで、先生がこれから大阪へ出て何か食おうじゃないかと誘ってくださって、岡本から大阪へ出た。何を食おう、何が食いたい。結局添右衛門町の本宮家へ行って牛肉のヘッド焼きを食おうということに話が決まって、円卓を拾って乗る。谷崎先生は円卓を途中で止めて、ちょっと待っててくれと北浜のサムボアという酒場へ寄り、赤いブドウ酒一本と命じて、やがてブドウ酒の瓶を持ってこられた。そして思い出す、それは暑い日だった。本宮家へ着くとすぐ風呂へ入り、みんな裸になって岡田芳子を除くヘッド焼きの鍋を囲んだ。赤ぶどう酒を抜いて血の滴るような肉を食い、ぶどう酒を飲んだ。その時である。牛肉には赤ぶどう酒ということを僕が覚えたのは。古川六波の食べたり君をより、谷崎先生とぶどう酒でした。明日もお楽しみに。